渦潮とは、渦を巻いて、激しく流れる海水のことである。潮流の方向や速さ、潮の緩慢さが大きい場所で発生しやすい。海水以外でも、流れの激しい川や、ダムや滝などのすぐ下でも流れる水が渦を巻くことがある。サルツトラウメンの渦潮サルツトラウメンは、ノルウェー暴動の南東3 3トルに位置する海峡である。 幅が150メートルの海峡にて1日4回渦潮が発生し、10億ガロンの水が海峡に流れる。水はクリーム色になり、満潮時に水流が最も激しくなる。水流の速さは時速40キロメートルになると言われており、この渦潮は世界で最も強い渦潮であると言われている。この海峡での航行は危険であるため、大型船が 通行可能な時間は1日のうちごくわずかしかない。この渦潮は、新月や満月の日の間に、同じ場所で起こる世界で最も強力な潮流によって、引き起こされる。この海峡は、サルトフィヨルドの外側と、その延長である、シエールスターフィヨルドを接続する長さ3トルの海峡であり、この2つのフィヨルドの水面差をなくすために、 渦潮が起こっていると考えられている。オラウス・マグヌス作のカルタ・マリナに描かれているノルウェー沖の渦潮モスクストラウメンはノルウェー沿岸のロホーテン諸島沖で発生する渦潮のことである。潮の速さは時速3 2トルであり、世界で2番目に強い渦潮である。この渦潮はモスキネス・島とロフォートデン間の海峡で合流する海流が合わさることによって形成される。 エドガー・アラン・ポーやジュール・ベルヌは自身の作品にてモスクストラウメンを海底に達する巨大な渦として描いているが実際の対流の速さは秒速5メートルから秒速6メートルであると言われている。ポーは自身の短編小説メール・シュトレームに飲まれて似てこの現象を記しており英語のメール・ストロムはこの小説で初めて用いられた。 コリブレカン海峡の渦潮コリブレカン海峡は、スコットランドアーガイルンド、ビュートのジュラ島とスカバ島の間に位置する海峡である。この海峡によって9メートル以上の高波が起こり、これにより起こる渦潮は、世界で3番目に大きい渦潮である。渦潮の音は16キロメートル先まで聞くことが可能である。その危険性から、イギリス海軍は一時期この海峡を、 高校不可能と位置づけていたが、その後、危険気はあまりないという位置づけに変更された。ナルトの渦潮ナルトの渦潮は、徳島県ナルト市と兵庫県南淡路市に真似位置する、ナルト海峡で発生する渦潮である。この渦潮は、春の大潮の時に最大の大きさとなり、直径は20メートルにもなる。ナルト海峡の海流の速度は、平常時は、 時速 13km から時速 15km で、あるが、大潮の時は時速 18km、風向きによって時速 20km となる場合もある。ナイアガラ滝のすぐ下流で発生している渦、オラウス・マグヌスは1539年にカルタ・マリナにて、露テン諸島の西に大きな渦として、モスクストラウメンを描いている。ギリシ神話の怪物、カルグスは、後に、 シチリア島の海岸にて、船全体を飲み込む渦潮として合理化された。パウルス・ディアコヌスは8世紀にベルギーに住んでいた頃、激しい高潮に慣れていない地中海の徴収に向けて、海象と渦潮についての説明をランゴバルドの歴史に記している。ありがとうございます。